この番組は東京音響株式会社極真会館松島道場の提供でお送りします。カラオケはユーズ BMB エンターテイメント。東京音響ユーズ BMB エンターテイメント。東京音響。極真とは戦地をもって初心とし、毎日をもって極みとする。完成はないと言われるほどの厳しく険しい武道の真髄を極める武道、それが極真です。今年もその極みを目指す世界の猛者が群馬に集結をいたしました。果たして王座奪還なるか日本、それとも再び王座は海外に流出するんでしょうか。注目の大会です。放送席は IKO 極真会館代表増島道場師範の増島義和さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。あ、どうぞよろしくお願いいたします。今大会も世界の猛者が群馬に集結しましたね。そうですね、4年に一度のですね、世界各国の強豪選手が一堂に集まって技を披露する場所ですから、全力で頑張ってほしいと思います。まあ、今大会も141人ですか、はい、33カ国、はい、まあ、本当にもう世界大会、こういう世界大会がこの地方大会伊勢崎で開かれる大きな意義がありますね。そうですね、一地方でですね、市民レベルでの本当の意味での国際交流が、できると思います。はい、そしてこの今大会の見どころですがどうでしょうか。今大会はですね、イラン、それからロシア、この国の選手は中心になってですね、大会を盛り上げていくと思います。中でもイランのアラシ・シャリウ選手、187センチ120キロと、彼はですね、2001年のヨーロッパ大会スペインですね、重量級で優勝、そして、2004年中東大会イランで行われましたけども、それでも重量級で優勝と、非常に体大きいんですけど、パワー、スピード、テクニック、これが抜群です。はい、そしてもう先ほどご紹介したようにもう30数学今回大会、はい、またそれ以上に極真も年々広がっております世界に、極真空手とは何でしょうか。武道空手ですね、はい、武道の本気は柔欲剛を制し小欲大を制することにあると。まして真剣勝負でありますから、小さい人がですね、一回りも二回りも自分より大きい人をパワー、力、スピード、これによって一撃で倒すと、これが魅力です。こちら地元伊勢崎出身のプロレスラーミスターポーゴさんにもお越しいただきました。おはようございます。よろしくお願いします。さて、ポーゴさんもこの体育館あるいは第2でたくさんの試合を行っていると思うんですが、こういった地元に世界大会が来るというのは嬉しいですね。いや、なんといっても最高ですよ、はい、本当にもう世界中からこの伊勢崎市に地元に集まるということは本当に自分としては本当に夢みたいですね。そうですか。さすが松島先生です、はい、そして同じ格闘家として、まあ、プロレス、空手、ジャンルは違えども学ぶところはたくさんあるかと思うんですが、はい、今日はどんなところを見たいですか。やはり自分も小学校3年から柔道やってまして、やっぱり学ぶっていうよりも本当に礼儀から始まって礼儀に終わる、それが武道だと思います。やはりそれ、まずそれが第一ですね、礼儀を学ぶということ。そしてもう一つは自分がやっぱりプロレス現役ですので、はい、やはり一撃で倒す、相手を倒す、その醍醐味を勉強したいです。プロレスとちょっと若干こうつかみがないので、その分は違いますかね、はい、さすがにプロレスとは違いますね。でもやっぱり何か通じるものがあるんじゃないですか。そうでしょうね、はい、今日は十分楽しんでください。はい、ありがとうございます、はい、果たして日本にその王座は奪還になるのか、再びまたその王座は海を渡ってしまうのか。144試合、全144試合まばたき禁止、いよいよ試合の開始太鼓です。大会代表中山審判員でありました。141名、33カ国の皆さんの
ご参考いただきまして、ここに世界選手権が開かれることを心から喜んでおります。この空手道は日本の古来の武道でありまして、礼に始まって礼に終わると言われておりますけれども、世界の皆さん方に大変なご理解をいただきまして、今日も大勢このように参加をしていただいているところであります。皆さん方の一つ一つの技が、これがまた素晴らしいものがありまして、その皆さん方のそうした気迫と長年突き継がれたこの技がですね、ここにまた立派に花を咲かせることを心から期待をしているところであります。Welcome to Japan from all over the world for this very important meeting. And the karate do is not only the physical sport, but also spiritual one. So that we welcome to this meeting and all of you to make a match together with friendship. This great event is only possible by the drive and ambition of Kancho Matsushima, the Japanese branch chiefs, the many and varied countries from around the world who have come here today, and of course, most of all, the competitors. 今回このように各国からのブランチチーフ、支部長、並びにコーチ、選手を招聘し、そしてここで松島館長以下、日本の方々と一緒にこのようにトーナメントを開催できることを、心より、お喜び申し上げます。私たちは格調高い武道空手を求めているわけです。選手諸君は華麗な組手、今日この場で披露してほしいと思います。選手は今日は花であります。私たちは花じゃありません。どうか素晴らしい戦いを最後の最後まで頑張ってほしいと思います。民族、宗教、思想を超えて一崎という地方でありながら、世界各国から皆さんをお招きできたことを心から嬉しく思うし、また感謝しております。どうもありがとうございました。引き続きまして、選手宣誓であります。庭野智彦選手、日本であります。宣誓。我々選手一同は武道空手道精神にのっとり、正々堂々最後まで戦い抜くことをここに誓います。平成16年11月28日、選手代表、庭野智彦、押す。それではまず、男子と女子の1、2、3回戦の模様をダイジェストでご覧ください。アルバのレシデ・ベルメイデン・クルス対グルジュアのイルマ・サムラザーの対戦は、上段マシエで技ありを奪い、イルマ・サムラザー選手の優勢勝ち。イルマ・サムラザー選手の優勢勝ちであります。ニュージーランド、ペニタ・ダビス選手の不戦勝。ロシア、アナトリー・ボロニコフ対南アフリカ、マイケル・ヌグワシの対戦は、終始試合を押し気味に進めたアナトリー・ボロニコフ選手の優勢勝ち。アナトリー・ボロニコフ選手、30歳、ロシア優勢勝ちであります。グルジョワ、ルスラム・イオセニア対アメリカ、カメロン・スミスの対戦は、両者一進一退の攻防が続き、延長戦の末、ルスラム・イオセニア選手の優勢勝ち。カナダ、レネ・デュプリスと南アフリカ、アフメド・シャヒーン・シーダットの対戦は、常に攻めていたレネ・デュプリス選手の優勢勝ち。
イランのアクバルダルビッシュとスペインのラファエル・カリハの対戦は、アクバルダルビッシュ選手が下段回し蹴りで技ありを奪い優勢勝ち。南アフリカのクースシングとオーストラリアディーン・ヒンチの対戦は、両者一進一退の攻防の末、ディーン・ヒンチ選手の優勢勝ち。アメリカコリン・スミスとイラン・モジアバ・トレイバニの対戦は、終始試合を押し気味に進めたモジアバ・トレイバニ選手の優勢勝ち。ハイチ、ウィーリー・アルフォンセとドイツ、ホセイン・ベムディの対戦は、ホセイン・ベムディ選手が政権好き技ありを奪い優勢勝ち。ベムディ選手の優勢勝ちであります。ベルギー、カッチャロバートとイランのサジャド・ヘイダリの対戦は、常に前に出ていたサジャド・ヘイダリ選手の優勢勝ち。アメリカ、ハリー・シムズとイラン、ハッサン・ナズミの対戦は、ハッサン・ナズミ選手の下段回しで決まり、一本勝ち。ウルグアイのハビエル・ペラチオネとカザフスタン、テニセン・カビティエフの対戦は、お互い決め手を欠き、延長戦の末、テニゼン・カビディエフ選手の優勢勝ち。延長戦の末、4対0をもちまして、前線54番、テニゼン・カビディエフ。オーストラリア、エディ・ソレンセンと、ドイツ、ザマン・ボルタジャイの対戦は、再延長までもつれ込み、エディ・ソレンセン選手の優勢勝ち。南アフリカ、ムヌレデイシー・ムワハと日本の塩田清人の対戦は、両者激しい攻防の末、再延長までもつれ込み、判定の末、塩田清人選手の判定勝ち。イラン、エイサ・パルバリとイタリア、トマソ・パドバロの対戦は、終始試合を押し気味に進めていたエイサ・パルバリ選手の優勢勝ち。ポーランドのトマス・バシャックとカザフスタンのイサ・ズマノフの対戦が、両者決め手を欠き、再延長の末、イサ・ズマノフ選手の優勢勝ち。オーストラリアのロバート・フォービーと南アフリカ、パウエル・モコエの対戦は、延長戦までもつれ、判定の末、パウエル・モコエナ選手の優勢勝ち。スペインのドミンゴ・キーヨデスとウクライナ・ミタリ・ドーゼンコの対戦は、ドミンゴ・キーヨデス選手が膝蹴りで技ありを奪い、そのまま優勢勝ち。イラン、アラシ・シャリフとニュージーランド、ジョン・マックドナルドの対戦は、試合を押し切りに進めていたアラシ・シャリフ選手の優勢勝ち。アラシ・シャリフ選手、イラン、優勢勝ちであります。ニュージーランドのイゲン・ギルバートとインドのガネシュ・ムックリシの対戦は、イゲン・ギルバート選手が技あり2つで合わせ一本勝ち。ロシア、アンドレ・ノスコフとドイツのクリスチャン・ヘルミッヒの対戦は、常に攻め続けたアンドレ・ノスコフ選手の優勢勝ち。スペイン、エミリオ・レドドゥドと
イラン、ハリ・アディツクハリ選手の対戦は、ハリ・アディツクハリ選手の前蹴りが決まり、一本勝ち。続いては少年部による演舞です。オーストラリア、ナオミ・グッドとロシア、ウゼル・マリア・フベトワの対戦は、両者激しい攻防の末、再延長までもつれ込み、判定の末、ウゼル・マリア・フベトワ選手の優勢勝ち。ロシア、エレナ・デバエバ選手の不戦勝。日本、阿久津香織とロシア、ナタリア・ユールキャンの対戦は、終始試合を押し気味に詰めたナタリア・ユルキャン選手の優勢勝ち。アメリカ・タメラ・ファングとグルジョワ・イルマ・タムラザの対戦は、常に前に出ていたイルマ・タムラザ選手の優勢勝ち。ロシア、アンナ・クパリナとアメリカン、ドラン・ブーチャードの対戦は、すでに攻めていたアンナ・クパリナ選手の優勢勝ち。日本、根本沙織選手の不戦勝。日本、辻優美選手の不戦勝。インド、マドフミタ・ダスとオーストラリア、ニコール・フェアの対戦は、手数で上回ったニコール・フェア選手の優勢勝ち。ニコール・フェア選手、オーストラリアの優勢勝ちであります。ウルグアイのイアラ・レバと
アメリカ、ボリー・ハズルの対戦は、両者決め手を欠き、最延長までもつれ込み、イアナ・レマ選手の優勢勝ち。イアナ・レマ選手、ウルグアイ優勢勝ちであります。オーストラリア、タイラー・ヌーランと、カナダ、モネリ・リチャードの対戦は、すでに攻めていたモネリ・リチャード選手が優勢勝ち。オーストラリア、ニコル・マックダービーとカナダ、メラニ・トレンブレーの対戦は延長戦までもつれ込み、ニコル・マックダービー選手の優勢勝ち。ニコル・マックダービー選手、オーストラリアの優勢勝ちであります。アルバのシャミラ・ペレス・トロンプとアメリカ、サラフ・ウーリーの対戦はすでに試合を優勢に進めたサラフ・ウーリー選手の優勢勝ち。ゼッケン130番、サラフ・ウィリー選手、アメリカ。オーストラリア、キャロリン・コックスとニュージーランド、ペニタ・ダビスの対戦は、ペニタ・ダビス選手が下段回し蹴りで技を奪い、優勢勝ち。ゼッケン138番、ペニタ・ダビス選手、ニュージーランドの優勢勝ちであります。オーストラリア、メラニー・アガピオとカナダ、トニア・カイシーの対戦は、冷静に試合を運んだメラニー・アガピオ選手の優勢勝ち。オーストラリア、優勢勝ちであります。 The winner is number 139。 オーストラリア、ナタリー・ドルフとアメリカのトモコ・タニカワの対戦は、ナタリー・ドルフ選手の下段回し蹴り2つ合わせ一本勝ち。オーストラリア、シャロン・ボイルとロシア、アナスタシア・チリューモの対戦は、アナスタシア・チリューモ選手が足技を有効に使い優勢勝ち。日本、笹沼はじめとロシア、アナトリー・ボロニコフの対戦は、両者激しい攻防の末、アナトリー・ボロニコフ選手の優勢勝ち。ロシア優勢勝ちであります。 The winner is number 2, アナトリー。グルジョアのルスラム・イオセリアニとオーストラリア、ジェイソン・バルトフスカの対戦は、両者激しい攻防の末、再延長までもつれ込み、判定の結果、ジェイソン・バルトフスカ選手の優勢勝ち。日本、新井翼とカナダ、レネ・デュプイスの対戦は、すでに前に出ていたレネ・デュプイス選手の優勢勝ち。レネ・デュプイス選手、カナダ、優勢勝ちであります。カザフスタンのカラッツ・ラクヒモクとイランのアクバル・ダルビッシュの対戦は、すでに攻めていたアクバル・ダルビッシュ選手の優勢勝ち。ロシア、アンドレ・アレクセイエフとオーストラリア、ディーン・ヒンスの対戦は、延長戦の末、僅差でのディーン・ヒンス選手の優勢勝ち。オーストラリア、優勢勝ちであります。イラン、モジアバ・トレーバニと日本、ニアナ・トモヒコの対戦は、両者激しい攻防の末、再延長までもつれ込み、判定の結果、庭野智彦選手の優勢勝ち。スペイン、アントニオ・センド・ウランとトルコ・イエナ・カクラバンの対戦は、すでに攻め続けたイエナ・カクラバン選手の優勢勝ち。ドイツのホセイン・ベブリーとイラク、ハイダ・モハンメドの対戦は、手数で相手を上回ったハイダ・モハンメド選手の優勢勝ち。ハイダ・モハンメド選手。
日本の鈴木和幸とカナダのオスワルド・マクファルの対戦が効果的に攻めた鈴木和幸選手の優勢勝ち。イラン、タジャド・ヘイダリとアメリカ、エリック・ギルバートの対戦はタジャド・ヘイダリ選手が上段回し入れで有効を奪い優勢勝ち。ロシア、アレクサンダ・イブラフ・イボク選手の不戦勝。スペインのバレディオ・マルドロと南アフリカのヘンリック・シルベード対戦は両者決め手を欠き再延長までもつれ込みましたがヘンリック・シルベーンの優勢勝ち。スイス、アレッサンドロ・ポリメノ選手の不戦勝。ロシア、アンドレ・ドノフ選手の不戦勝。オーストラリア、ディーン・トレローと日本の片貝達也の対戦はすでに攻め続けた片貝達也選手の優勢勝ち。イラン、ハッサン・ナゼミとカザフスタン、テニゼン・カビディエフの対戦はハッサン・ナゼミ選手が下段回し入れで技ありを奪い優勢勝ち。5対0を持ちまして、赤、ゼッケン52番、ハッサン・ナゼミ選手。南アフリカのエディ・ターゲとアメリカ、ゲラルド・アルバレスの対戦は再延長でも決着がつかず体重測定によりエディ・ターゲ選手の3回戦進出。オーストラリアのエディ・ソレンセンとカナダ、セリー・バスタダッチェの対戦はセリー・バスタダッチェ選手の下段回し入れが決まり技ありを奪い優勢勝ち。ロシア、ドミトリー・ラディオノフと日本の塩田清人の対戦はドミトリー・ラディオノフ選手の上段回し入れで技ありを奪い優勢勝ち。イラン、エーサ・ファルバリとカザフスタン、イサ・ズマノフの対戦は終始試合を押し気味に進めていたエーサ・パレバリ選手の優勢勝ち。ビーリー選手、イラン、優勢勝ちであります。日本、荒牧正史選手の不戦勝。カナダ、ロバート・ホイリールと南アフリカ、パウエル・モコエの対戦はすでに前に出ていたハウイル・モコエダ選手の優勢勝ち。ハンガリー・ドムポル・マゴシとスペイン・ドミンゴ・キニョデスの対戦は延長戦で攻め続けたドムポル・マゴシ選手の優勢勝ち。ロシア、セルゲイ・パブロフとイラン、アラシ・シャリフの対戦が両者一歩も譲らず再延長戦までもつれ込み判定の末、アラシ・シャリフ選手の優勢勝ち。ただいまの試合4対0を持ちまして、白カナダ、ジミー・ガラドベ・オーロスと南アフリカ、フハニサニ・マズブコの対戦は両者決め手を欠き再延長戦までもつれ込み判定の末、ジミー・ガラドベ・オーロス選手の優勢勝ち。3対0を持ちまして、赤。ニュージーランド、イエン・ギルバートと日本、金子正史の対戦は両者激しい攻防の末、金子正史選手の優勢勝ち。
して白ゼッケン。オーストラリアルーク・アルジェントとロシアアンドレ・ノスフの対戦は、すでに攻めつけたアンドレ・ノスフ選手の優勢勝ち。ロシア優勢勝ちであります。ベルギーのヴィラグリア・ヴィーセントと日本の須賀宏の対戦が、両者とも決め手を欠き、再延長までもつれ込み、判定の末須賀宏選手の優勢勝ち。日本優勢勝ちであります。カナダ・ギレス・ガウデットと南アフリカ・センゾ・ムステの対戦は、再延長でも決着がつかず、体重判定によりギレス・ガウデット選手が3回戦進出。日本、大川光隆選手の不戦勝。イラン、ハリー・アディスクカリ選手の不戦勝。セルビア・モンテネグロのミラン・ジャバロフとハンガリーのロバート・キッシュの対戦は、両者一進一退の攻防の末、ロバート・キッシュ選手の優勢勝ち。ただいまの試合で4対0をもちまして白。ロシア、ジョゼル・バリアフベトワーとロシア、エレナ・デバイバの対戦は、すでに攻め続けたジョゼル・バリアフベトワー選手の優勢勝ち。ロシア、ナタリア・ユールキャンとグルジョワ・イルマ・タブラザの対戦は、両者激しい攻防が続き、再延長までもつれ込み、判定の結果、ナタリア・ユールキャン選手の優勢勝ち。15番ナタリア・ユールキャン選手。ロシア、アンナ・カカリナと日本、根本沙織の対戦は、アンナ・カカリナ選手が上段回し蹴りで技ありを奪い優勢勝ち。赤ゼッケン119番アンナ・カカリナ。日本辻優美とオーストラリアニコール・フィアの対戦は、常に攻め続けた辻優美選手が優勢勝ち。赤ウルグアイ・イアラレバとカナダ・モネリ・リチャードの対戦は、再延長から体重判定でも決着がつかず、再々延長の結果、モネリ・リチャード選手の優勢勝ち。オーストラリア、ニコル・マックダービーとアメリカ、サラフ・ウーリーの対戦は、サラフ・ウーリー選手が政権好きで技ありを奪い優勢勝ち。サラフ・ウーリー選手、アメリカ優勢勝ちであります。ニュージーランド、ペニタ・ダビスとオーストラリア、メラニ・アガピオの対戦は、終始試合を押し切りに進めたペニタ・ダビス選手の優勢勝ち。オーストラリア、ナタリー・ロルフとロシア、アナスタシア・チリウモの対戦は、開始早々上段回し蹴りで決まり、アナスタシア・チリウモ選手の一本勝ち。アナスタシア・チューリーモア選手、ロシア。それではここで女子部による演舞をご覧ください。
続いてはハンガリー支部による創造性あふれる演舞をご覧ください。ゴロンニ国とオーストラリアジェイソン・バルトフスカの対戦は終始試合を押し切りに進めたアナトリー・ゴロンニ国選手の優勢勝ち。ゴロンニ国選手30歳ロシア優勢勝ちであります。カナダレネディプイスとイランアクバル・ダルビッシュの対戦は足技で相手を圧倒したアクバル・ダルビッシュ選手の優勢勝ち。ゼッケン12番アクハル・ダルウィン選手イラン。オーストラリアディーン・ヒンチと日本の庭野智彦の対戦は手数で上回った庭野智彦選手の優勢勝ち。最後の試合5対0をもちまして白庭野智彦選手。トルコのイエナ・カフラバンとイラクのハイダ・モハンメドの対戦はイエナ・カフラバン選手の棄権によりハイダ・モハンメド選手が4回戦進出。カクラマン選手が日本の鈴木和幸とイランのサジャド・ヘイダリの対戦はサジャド・ヘイダリ選手がメダン回し切りで技ありを奪い優勢勝ち。サジャド・ヘイダリ選手イラン優勢勝ちであります。ロシア・アレクサンダ・イブラフイモフと南アフリカ・ヘンリック・シルベイの対戦はアレクサンダ・イブラフイモフ選手のメダン回し切りが決まり一本勝ち。アレキサンダー・イフラク・イモフ選手。スイス・アレサンドロ・ポリベノとロシア・アンドレ・ドロフの対戦はアンドレ・ドロフ選手の後ろ回し蹴りが決まり一本勝ち。下段蹴り一本勝ちであります。日本の片貝達也とイランのハッサン・ナデミの対戦は両者激しい攻防の末、ハッサン・ナデミ選手の優勢勝ち。優勢勝ちであります。The winner is number 52, ハッサン。南アフリカ、エディ・ターゲとカナダ、テリー・バストラッチの対戦は、手数で上回ったエディ・ターゲ選手の優勢勝ち。The winner is number 55, エディ・ターゲ from South Africa.ロシアのドミトリー・ラディオノフとイランのエイサ・パルバリの対戦はすでに前に出ていたエイサ・パルバリ選手の優勢勝ち。エイサ・パリビリ選手イラン優勢勝ちであります。日本の荒牧正史と南アフリカのパウエル・モコエナの対戦は終始攻め続けたパウエル・モコエナ選手の優勢勝ち。ハンガリーのドムポル・マゴシとイランのアラシ・シャリフの対戦は両者激しい攻防の末、アラシ・シャリフ選手の優勢勝ち。シャリフ選手、イラン優勢勝ちであります。 The winner is カナダ・ジミ・ガラドベ・オーロスと日本・金子正史の対戦は延長戦でも常に攻め続けたジミ・ガラドベ・オーロス選手の優勢勝ち。ロシア、アンドレ・ノスコフと日本、菅井博士の対戦はアンドレ・ノスコフ選手の
膝蹴りが決まり一本勝ち。ドクターお願いします。ドクターお願いします。ドクター中段膝蹴り一本勝ちであります。 The winner is カナダギレス・ガウデットと日本の大川道隆の対戦は、両者激しい攻防の末、判定で白3対0をもちまして、イラン、ハディ・アディス・ハリとハンガリーのロバート・キッシュの対戦が、終始試合を押し気味に進めていたハディ・アディス・ハリ選手の優勢勝ち。いよいよ男子は4回戦、ブロックの準決勝、女子は準決勝を行います。解説は IKO 極真会館本部道場の大崎博文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、男子のこれまでの3回戦、また女子のこれまでの勝ち上がり、ご覧になって印象どうですか？そうですね、 やはりですね、海外のレベルが高くなっているという話は伺ってたんですが、やはり予想以上ですね、特にイラン、ロシア、はい、この辺りが特にですね、想像以上の強さを持ってきたという感じします。そうですね、これに対してどう日本人がですね、対抗しているかというのは非常に難しくなってくると思います。はい、16人、イランが6人、ロシア4人、日本が2人、なんとかこうガジャを守ってほしいですね。そうですね、現日本チャンピオンのですね、はい、庭野君も今頑張ってますので、なんとかやってくれるんじゃないかと期待してます。そうですね。一方の女子ですが、こちらの昨年チャンピオンのナオミ・ウッド選手が初戦敗退という波乱の幕開けでしたね。そうですね、なんとかこの選手も上に上がってくれるんじゃないかと思ってたんですが、やはりですね、もう本当に日進月歩で、もう一日一日本当わからないですね。1年っていうもう月日が過ぎてしまうと、もう全然わかりません。だからこの、今回も初戦から見ててですね、誰が勝っていくかというのが正直言って今はでもよくわかりません。これからの試合を見守ってっていう形になると思います。そうですね。果たして日本勢2人が牙城を守るか、それともまたロシア、イラン勢台頭があるんでしょうか。いよいよ男子は4回戦です。さあ、再延長です。再延長戦に入りました。ボロニコフとダルビッシュの試合です。ここから動きが激しくなりました。両選手、ダルビッシュとそしてボロニコフ、引き分けです。申告されている体重を見てみると10キロ以上の差がありますね。体重判定です。10キロ以上を有効とした体重判定です。その場合軽い方が勝ちとなります。やっぱり10キロ以上ありましたね。相手の力が強いですね。技をですね、まともにもらってはいけません。そうですよね。マシェリー、はい、それをうまくですね、さばきながら相手に基本的にですね、技を与えていってもらいたいんですけれども、ちょっと今の状態だとまともにもらっている画面が多いですね。そうですね。このモハンメド、内股はいけませんね。そして強烈です。ニワノの左の太ももの内側を狙っていきました。モハンメド白4本。やはり主審も白で、ここで日本の庭野敗れました。再々延長戦です。イランのサジド・ヘイダリとロシアのアレクサンダー・イブラヒモフ、体重差も10キロありませんでしたので再延長戦となりました。さあ、突きだアレクサンダー、一気にこれ印象良くしたいアレクサンダー。そうですね、もうここで一気に攻めたいですね。アレクサンダーが突きで主審が白、崩れ落ちたイランのサジャド・ヘイダリ、3対0を持ちまして、延長戦に入りました。さあ、ドロフも果敢に
ハッサンの足元に下段を突っ込んでまいりますが、全く微動だにしません。ハッサン前へ前へと進んでいる。ハッサンいいの、ね、今の感じですね、足は出しますがちょっと決定打に至りません。ドロフ、そうですね、かなり疲れています。よく頑張ってますね、今の下段に来ました。はい、白3本赤1本、イラン4対1でイランのハッサンナズミブロック決勝進出です。ですがここで危険ということになりましたね。怪我があったんでしょうか、南アフリカのエディターゲ選手、足を引きずっています。危険でイランのエイサ・パルバーリ選手がブロック決勝進出です。大きい人とばかりですね。はい、やはりチームが大きいせいか、大きい人と戦い方がうまいですね。ご覧のようにこの対戦も身長差かなりあります。ちょっと今反則でしょうか。今までの試合とちょっと違いますね。はい、ただまあモコエナ選手もねちょっと格好に手が入りまして、ね、まあ今のマチンガードつけましてね、そうですね、出てきておりますがアクシデントありましたからね、ちょっとかわいそうですね。ちょっと動きが止まりますよね。そうですね、下段回し蹴り取りましたね、取りましたね。はい、ここで下段回し蹴り1本取りました。イランのアラシャリフ選手、まあ、空手の場合ですね、この試合の場合上段と言ってもこの胸のところになってしまうんですが、それをまあ上段といえば上段突きからですね、脇に打っていく、あの脇腹ですね、そこに打っていく蹴りが、はい、足蹴り、はい、それがすごくいいんです。あれは自分の技で追っていきながらあれを出されると本当にもう余計よくなくなってしまいますから、下段効きましたね。下段が効いています。やはりアンドレーに白4本、主審も白で5対0です。白なんとか残ってくれ。大川直線の蹴りつきをですね、うまく生かしていきながら距離を取りたいですね、はい、あんまり近くに行ってしまうともう、パディ選手のですねペースになってしまいます。前蹴りで打っておって、そうですね、でその後攻撃かわしたんですね。そうです、今もそうですけどこのまま、これですね、これ怖いですね、白4本、主審も白で5対0、パディ1本、大川敗れました。ハジ選手の圧倒的な勝ちになってしまいましたね、はい、でも大川選手よく途中まで頑張ってたと思います。はい、さあ再再延長でどうなりますか。若干やはり中井選手の方がですね、この状態で有利になってくると思いますが、はい、まあ、もうここまで来たらもうグゼル選手はもう攻めていくしかないですね、そうですね、ただグゼルもまだまだ体力があります。そうですね、もう最初からこの突きの応酬です。本当にマシンガンのようですね、止まりませんね、止まりません。白3本上がりました。相手の技を取り崩しながら、ね、下段を打っているというその辺を有効としてみたと思います。はい、再延長に入りました。いきなり足を出したアンナ、直線の技は結構強いんですから、これをうまくさばいてそのまますぐに攻撃かけるんですね、ちょっとねこのアンダ選手の足も若干止まり気味ですから、そうですね、ここですね、チャンスはね、ここ、ただ今のが怖いですね、今のちょっと回り込んでの上段怖いです、はい、これは気をつけないとダメですね。回りながらの上段が来るんですよね、そうですね、怖いですね、はい、メインの上段、もうちょっとしたところでも危ないですかね、取られたら、ここでも取られたら大変です、はい、危なかったですね、なんとか取られませんでした。はい、ちょっと強い選手を上段取ってはダメです。残り15秒10秒、さあ辻頑張れ、残り10秒だ、もうここはもう絶対引いちゃダメですね、辻つけ
辻ここで姿を消しました。残念ですね、僅差ですがね。もう一度ですね、再延長まで行ってもらいたかったですね。ロシア優勢勝ちであります。ロシアアンラッカリが辻を破りました。もう一度温かいご声をお願いいたします。画面向かって右側のサラフ、そしてこちら顔が見ておりますがカナダのモネリー・リチャードです。うまいですね、もうほとんどこうやってカットさばいてしまいますね、距離の取り方はしっかり稽古して、稽古すると思いますね。サラフ選手は逆に相手に上段離れられないようにしてですね、接近戦に持ち込みたいです。はい、身長差は17センチあります。相手の力を吸収してそのまま返しているという状態がよく見えますね。この状態、これはいけないですね。これはもう、はい、サラフ選手の方がいいですね。バーシャに風刺の理論です。はい、今3分間終了しました。あー主審赤だ。赤モネリー選手のモネリー・リチャード回り込みからの攻撃を取りました。決勝進出です。さあ声を上げたのはペニタ、非常に動きのいい選手です。突きだ、顔面ですか。ちょっとさあ試合続行です。アナスタシア選手はペニタ選手の、逆に今度はアナスタシアの突きが顔面に入ってしまいました。前進するペニタ、正面で相手に出てやってはいけませんね、はい、受信も白5対0ロシアアナスタシアチリウモア決勝進出です。144番アナスタシアチリウモア選手、ロシア優勢勝ちであります。それではここで日田太鼓保存会の皆さんによる勇壮な太鼓の音をお楽しみください。場ではこれから試し割りが行われます。大崎さん、この試し割りの意味合いなんですが、はい、どういう意味合いがあるわけですか。ですね、これは試合がですね、はい、延長再延長とですね2回ありますね、はい、もしそこまで行ってですね、今までこれ体重判定を行っていましたが、ここで体重判定をしてもらいます。で先ほどもありましたけど10キロ以上の体重差がない場合ですね、この場合これから試割りの枚数、試し割りですね、はい、これの枚数の多い方が勝ちとなります。はい、それがですね、政権、首都、側頭、遠比、肘ですね、はい、それの4種類の枚数の合計の多い方が勝ちとなります。はい、いよいよ男子は準々決勝を迎えますが、大崎さん、はい、まあ、8名の顔ぶれを見ますと、ロシア3人、イラク1人、イランが4人という顔ぶれですね。そうですね、今までの試合を見ているとですね、はい、荒石選手、そうですね、あとハッサン選手ですか、はい、この辺を中心としてという形になってくるんじゃないかと思います。そうですか、はい、さあいよいよブロックの決勝です。試合開始になりました。赤、白、白がイラクのハイダー・モハメンド、一方赤がロシアのアナトリー・ボロンニコフです。
ハイダー選手は非常に鋭い蹴りと突きですね。あと上段の蹴りが怖いですからね、ここは気をつけていかなくちゃいけませんね。一方のロシアのアナトリー・ボロニコフ選手、こちらはあの4回戦でかなりこう長い試合がありましたからね。そうですね、どのぐらい体力が回復していくかですね、まあ、普段結構相当されてるでしょうから、まあ、あのそれは問題ないでしょうけども、膝が入りました。タイミング良かったですね、前傾姿勢になったところ、ちょうど内側から入った上段の左手でした。イラクのハイダー・モハンメンド選手が一本勝ちを収めました。ロシアのアレクサンダー・イブラグ・イモク選手棄権で、イランのハッサン・ナズミ選手がベスト4進出です。ヨーロッパあるいはイランを制しましたアラシャリフ。レイサ選手の方が、でもこのまま、これですね、ここでもう行かなきゃダメですね、ここしかないですね。残りあと30秒、アラシがラッシュをかける。政権だ、ここしかないです。政権付きで前に出る。一方パラバリも左の下段から足を狙っていきます。いいですよ、効いてますよ、効いてますよ。レイサも耐えています、はい、レイサ選手を耐えますね、タフです。エーサーパラバリバを攻めてみます。もう時間ないですね、ここはもう何とかこのまま行きたいですね。ほとんどありません、はい、延長戦もほとんど時間ありません。ここで再延長の2分終わりました。白3本上がりました。アレス選手の攻撃を見たですね。どうでしょうかね。白4対0を持ちまして鉄拳10番アラシャリフ選手がエイサーを破ってベスト4進出です。さあ3分間開始太鼓が鳴りました。まずはハディが仕掛ける、受けてくるっと待ったアンドレ、アンドレの膝、これだともうまとめられますからね、体重移動した時の残りの足なんですよね。そうですね、その乗った足に打ち方が非常に上手ですね、さあハリー、そしてアンドレ、残りはあと10秒です。ハリーの重い前蹴り、一方ついたアンドレ、ハリー選手の攻撃そのまま乗ったらダメですね、判定は白3本。ハディ選手の攻撃は厳しかったですね、主審白で4対0イランのハディ・アジス・カラニ準決勝進出です。続いては少年部による演舞です。続いては
ニュージーランド支部による戦いの前に行われる独特な演武をご覧ください。さあ2分間の3位決定戦延長戦です。ユーゼルはとにかくこの月が延長戦3位延長戦になってもやめることはありません。全く止まりません ね、ですからもう辻選手分かっていると思うんですがね。そうですね、まあ、それだけですねグゼル選手の回転が速いんだと思います、実際にですねこの下突きですね。そうですね、今の下突きです。これをもう少し対応してほしいですね、今の前蹴りもいいです、軽くステップ踏みながらですね距離を少し後ろに外して蹴ると距離が取れますから、それをうまく使っていってもらいたいですね。ルテリカやるならば辻もやる。今の辻選手これがいいです。これで、これで自分のですね自分のペースに乗せたいですね、さあ残りはあと5秒です。上の中央の打ち合いだ。辻選手の下突き強いですから、主審が残念でしたね。僅差です。3位はロシアのグゼル、バリアフメトワ、日本の辻、僅差ながら4位となりました。辻選手よく頑張ってくれました、よく頑張りました。3位はロシアのクルセル選手でございます。延長2分間、前蹴りペリタ、ペリタ選手が足使い始めましたね、相手が足が止まっているのはよく分かってますから、強引に入ってくるところを攻めてますね。そうですね、今のままですとペンタ、そうですね、今のままですとペンタ選手が優勢ですね、この前蹴り、この前蹴り逆ですね、自分で使わないとまずいですね、サラフ選手。しかしこの軽く交わしていきます、ペニタ・エデビス。残りあと5秒です。アリーステップラダビス、白4本、ニュージーランド、ペニタ・ダビス、3位決定。ご覧いただきましたように、男子準決勝、いよいよ迎えます。ベスト4勝ち上がったうち3人がイラン勢、1人がイラク勢です。準決勝戦であります。イラクのハイダー・モハンメド、イランのハッサン・ナゼミ、イラン対イラクです。ハイキック、ジョダン。蹴り好きですね、みんなそういったものに威力ありますので、これお互いですね、どっちがすごいですね。これは当たったら鋭いぞ。この蹴りも一つずつが重い。早いですね、それで。パワーではやはりハッサンの方が上回ってますので、そうでしょうね、まさに一撃必殺の準決勝です。イラン対イラク、あ、効いてますね、効いてますね、効いてますよ。ハッサン突き、あ、下突き効いてます、下突き効いてますね。ハッサンのここからこれから行くっていう時の攻撃の速さすごいですね。そうですね、さあ蹴りだ。そして中段です。白4本、やはり先ほどの下突きがかなり効いてましたね、5対0、イランのアッサン・ナゼミ選手決勝進出です。再延長です。マシエリ、ハリーのアジセクハリー、こ
ここも10キロ差はなさそうですから、ここでやっぱりあれですね、どちらかが決めていきたいですね。試し割りではハリーが17倍、嵐が13枚割っています。またこれ膠着になりましたが、ハリーと嵐これ止まっちゃいけないですね、このまま攻撃してほしいですね、はい、時間があと40秒少々です。右の中段での蹴りが重いぞ、一つ一つはまだ重いですね、そうですね、これどちらが嵐、はい、どちらか崩したいですね、このままあこれでいいですね、そして来てくれました、そうです、もうこれ構わず出るしかないかもしれないですね、そうですね、はい、残りあと20秒です、もうこれ最後ですからね、はい、右ハンディでした、主審指導でイランのハリー・ハジスプハニ決勝進出です。続いては一般部による演武が行われます。ライダー選手と決定をいたしました。そうですね、先ほどかなりのダメージを受けてましたから ね、そうでしたね、なかなか難しいと思います。はい、ライダー選手必見で、今大会第3位はこのイランのアラシ・シャリフ選手となりました。いよいよ決勝戦です。女子軽量級、こちらロシア、ナタリア・ユールキャン、そして一方もロシア、アンナ・ククリナ、ロシア勢同士の決勝戦となりました今大会。さあ大崎さん、はい、ロシア勢同士の決勝戦の重量、軽量級の女子ですね。そうですね、やはりロシアがですね、勝ち上がってきましたね、もう初戦からもうロシアの選手動き良かったです。そうですね、さあまずはどういう序盤戦でしょうか。3分間、とにかくこの2人の選手はスピードがある選手ですから、ジョーダン・ナタリア、どこでですね、決まるかわからないですね、そうですね、アンナとナタリア、髪の毛を縛っておりましたが、119番アンナ・カリナです。下段から上段が上段ですね、はい、早いですね、これふわっと、ただ2人ともですね、同じような組み手をしますので、この距離がお互いの距離なんですね。そうですね、前蹴りから中段で持ってきたアンナ、アンヌ選手ですね、時々いい前蹴りを出すんですね、あとちょっと独特の構えで、はい、左肩を出してですね、左肩を上げてリズムを取る選手ですね、はいはい、ただこの時にかなりこう体の力を抜いていてですね、打つ時にかなり集中してこう瞬発力ですね、はい、打ってるところ、ここのところがすごいですね、鋭さがあります、はい、それでやはり回り込みが上手い選手ですね。そうでしょうね、一方のナタリア選手もですね、はい、同じような組み手をするんですが、この選手はワンツーとですね、はい、下段、突きの連打からの下段、ただ時々だとですね、上段がですね、怖いですから、そうですね、これ注意しなくちゃいけないですね、ニカーシャンでも上段がうまく決まりました。ナタリア・ユーキャン、一方のアンナも3回戦でも技で1本上段に決めています。
お互い同じような組手の選手。夏木屋選手構えがですね、大外かあのサウスポーなのか正面なのかちょっと微妙な構え方ですね。両方どちらでもっていう感じですね。独特の構えですね。そうですね。確かに腕の上げ方、まあ、どちらなんでしょうね。そうですね、微妙な立ち方ですが。右左。今の下段いいですね。2分経過しました。軽量級の決勝戦、今年の女子の軽量級の頂点はナタリアかアンナか。世間付きはアンナ、そして足を蹴ったナタリア。ナタリア選手の下段、結構入ってますね。いい感じですよ。アンナが中段を返していきました。残り30秒です。女子軽量決勝戦、アンナ選手、残り30秒切っている。突きが入った。下突きでしょうか。下突きが入りましたね。いいタイミングで入りましたね。アンナ選手。突き技で決まりましたね。軽量級優勝はロシアのアンナ・フカリナ選手、一本勝ちの優勝です。ゼッケン119番白アンナ・フカリナ選手優勝でございます。女子の重量級決勝戦です。こちらはカナダのモネリー・リチャード、そして白右側ロシアのアナスタシア・チリューモアです。はい、さあ重量級決勝戦、まずは序盤です。月の応酬から入りました。そしてキリラ、モネリー、モネリー選手自分の首手をしたいですね。ここはアナスタシアの距離 がありますからね、アナスタシアの距離に入るとこの蹴りが出てまいります。この選手はどこからでもあの後ろの上段回し切りで打つことができますので、これは怖いです。そうですね、突きを打っておってロシアのアナスタシア現在、今顔面ですね、今顔面にアナスタシアの顔面に手が入りました。こちらがロシアのアナスタシア・チリウモア。モネリ選手あれですね、アナスタシア選手に合わせないように自分の組手をやはりしたいですね。今の状態ですとちょっとアナスタシア選手のペースにはまっちゃってる感じですね。あ、そうですか。この先ほどのですね、試合のようにうまく相手の技をですね、あのさばきながら回転してあの攻撃かけたいですね。真正面にいるとやはりあの 大技怖いですからね。はい、ここ怖いですからね。アナスタシアの注意が一歩与えられました。マシエリー、アナスタシア受けているモネリー、上段の技がいいですね。右がアナスタシア、左がモネリーです。突きの応酬です。これをアナスタシアまともにもらってはいけませんね。そうですね、右がモネリー、左がアナスタシア、あえて中段を効かせられて、その後ろからそれからですね、後ろ回しが来ますから、モネリー、はい、モネリーは足、そして前蹴りを狙っていますが、ちょっとモネリー選手はですね、この試合だけ自分の組手しないですね。あの直線的相手の攻撃をですね、あの手を上げてそのまま受けていきながら前に出てます。これは非常に危険ですね。はい、残りあと1分になりました。決勝戦、かかと落としはモネリー、マシリー、アラスタシア、しかし空を切りました。単発で出しているうちはいいですけども、突きからのですね、連続攻撃で来られると、入ってしまうことがありますから、そうですね、気をつけないとダメですね。下突きから、そして蹴っていった。いいですね、以上の前振りと、そうですね、いいですね。膝はアナスタシアです。残りあと30秒切りました。重量級女子の決勝戦。アナスタシア、こちら。そして向こう側がモネリーですが、アナスタシアの回転マシリー空切った。そうですね、下突きです。政権と下突きでアナスタシア、これはスリップです。モネリー選手はですね、もう少し
あの相手の技先ほどみたいにうまくさばきたいですね。もうほとんど時間がありません。回し蹴り、このドーバーシー回し蹴りがアナスタシア、どこからでも飛んでまいります。アナスタシア選手のは相手を倒せるだけの力のある後ろ回し蹴りですからね、そうですね。あ、引き分けですね。引き分けです。延長戦です。引き分けでございます。2分間の延長戦を行います。2分間の延長戦、重量級女子の決勝戦。モーネリーとアナスタシア、中段の蹴り枠を切りました。もう少しですね、攻め方を単調にしないで、はい、もう少し振り分けた方がいいですね。いい感じで入りましたよ。入りました。下突きでしょうか。大蹴りに入りました。はい。あ、下段回し、下段を取りましたか。下がりましたね。下段で技ありを取りました。さあ、モーネリーがリードしました。アナスタシア追い込まれました。さあ、モーネリーが技ありを一本取っています。ですよ、もうこのまま攻めたいですね。一気に行きたいですね。モーネリーはこのまま攻めたいですよね。そうですね。アナスタシア選手はもう少しですね、やはり今度は逆になってますから、はい、今度自分がしっかりですね、あの相手の前蹴りを外して、突きで入っていきたいですね。あとは大技をもう少しですね、突きから織り交ぜていきたいですね。単発で出さないですね。これです。ですね。これこの技だけをやってると、はい、やはりあまり逆にですね、駆け逃げになって印象が良くないですから、確実にもっと決めるように持っていきたいですね。この下段は効きましたね。下段です。これで決まるか。下段回しが合わせていくんですね。技あり2本目、合わせ1本。重量級優勝はカナダ、モネリー・リチャード。一本勝ちであります。女子の重量級も一本勝ち。モネリー選手の方が多少ですね、先輩ですから、その辺の差が出ましたかね。そうですかね。女子優勝重量級はカナダ、モネリー・リチャード選手です。さあ、いよいよ男子決勝戦はイラン同士の対戦です。さあ、ハッサン・ナズミとアジス・クハジですが、大崎さん、ポイントどこでしょうかね。そうですね、やはりですね、同じような組み手をします。ただですね、瞬発力とかっていう関係でですね、ハディ選手ですか、ハディ選手 の内股は重いですね、あの辺がですね、あの辺で崩してからの中段下段が強いですから、この辺でどういう風にしていくかですね。お互い、ただ一方のハッサンもですね、もうやはりこれはもう強い選手ですから、まあ、展開とすれば大体五分ではないでしょうか。もうハッサンもハディも今下段の内側でなってますが、もう館内音が響いてますからね。すごいですね。さすが男子の決勝戦です。この音です。下段同士の決勝戦、ハッサン・ナズミ、そしてハディ・アジス・クハジン。おー、いいですね。すごい音です。やはりハディのですね、内側は強いですね。そうですね。ただハッサンの下段いいですよ。はい。この選手両方とも同じようにですね、突き回し打ち下段とですね、うまく使い分けるんですね。はい。そうですね。中段はハディ、そして打ち返す下段ハッサン、前蹴りハッサン。ハッサンの前蹴りいいですね。ただここはやっぱりつなげたいですね。そうですね。足数手数はほとんど互角。そうですね。右を蹴った、ね、そして今度は左の内側、ハッサンもこれいいですね。いいですね。ハディもいいですが、好きだ。本当にすごい蹴りですね。序断、かかと落としはハディです。もうこのつくつくはやめてもらいたいですね。あのままうまく距離を取って、はい、そうです、これですね。そうですね。中断、右がハリ、左がハッサン、
お互いに効かせられる突き蹴りを持ってるわけですからね、はい、まあ両者ともに体軸ぶれず、もう膝の角度、上体のバランス、この辺りがまあさすがに決勝戦です。両者ですね、よく稽古されているようで、どういったあのスタミナもありますしね、技自体の重さも当然ありますし、はい、この選手はでも回り込みがかなりうまいですね。そうですね、後半になってきてですね、はい、うまく回り込んで打つっていうのをやってますね。内側下段を叩き込んでったこの針、まだまだ足は止まっていません。ハッサンです。さすがに男子の決勝戦、ハッサンもですね、ここですね、ここで、やめない方がいいですね、このまま攻めてほしいですね。手数で言えばどういうしてもハディの方はですね、多くなってしまいますから。前蹴り、前蹴り、はい、この前蹴りですね。前蹴り、これは壊した。ハッサンです。回し蹴り、いいですよ。回し蹴りはハディ、ハッサンこれも動けちゃダメですね。はい、ハッサンは前蹴りじゃダメですよ。前蹴り、ハッサン、ハッサン自分から出ないためですね。ハディの足止まらないですからね。そうですよね。右がハディ、左がハッサン。あー、ちょっと止まっちゃいましたね。どうか、ハディのこの表情は自分が有利ではないかという表情ですが、流れは明らかにハディ選手の方に行ってましたね。ご審判がどう判断しますか。そうですね、白用砲、やはりハディ選手は優勢でした、そうですね、5対0、イランのハディ・アジス・ロハニ選手、最後まで自分のペースで持ってくれましたね。男子の優勝です。第7回オールトーナメント全世界空手道選手権大会の優勝はイランのアディ・アジズ・クハニ選手です。クハニ選手と決定をいたしました。両選手にもう一度お互いご声援をお願いいたします。さて、ミスター・ポーコさん、はい、試合すべて終わりましたが、そうですね、本当に今日は自分自身、いいものを見せてもらいました、本当にためになりました。自分も、まあ、ポーゴさんもね、林業でかなりこう外人選手やることも多いと思うんですが、で本当に自分もこの今後あと何年できるか分からないですけど、このプロレス人生、この極真から手を入れて、まあ、一つ技を考えてみようかと思ってます。ということは次のリングでは新しいニューミスターポーゴさんが見られるわけですね。あ、面白い。自分もそれ目指したいと思います。またね、若手育成のためにも頑張って、はい、極真空手を利用させてもらいますので、はい、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。イラッシュ優勝のイラン、アリ・アリス・クハニ選手です。おめでとうございます。サビキミヤン、ガルマイクのエルマン、ありがとうございます。さて、この2日間戦いって、まず今の率直な気持ちはどうですか。ドルーズ・モバル・ゼ・ヘリサー・エッサセ・アロルクのクファミ ساعت مسابقه خیلی بالا بود، بعد مسابقه سنگین بود، فشار زیادی به من واقعا. توتمو کیتوی 2 日間でした。そうですか。決勝戦はイラン同士ハッサン選手。もうすごい音が館内響いてましたよ。フィナーレ بازیکن ایرانی خیلی قوی هستن. بعد ما تو کشورم با هم کار کرده بودیم قبلا. بعد ما خودمون مسابقه کشوریمون میشه بگیم مسابقه جهانیه. یعنی مسابقه کشوریمون سطحش خیلی بالا است.決勝戦までなんとか生き残る伸びるをずっと前から思っていたんで、あとレベルはやっぱりイランの中の今の稽古試合などとても厳しくて、やっぱりレベル的に世界的なんじゃないかなと思います。ということは決勝戦が一番厳しかったですか。まあ、とても厳しかったですけども、なんとか勝ち取ったので。例えば優勝を飾って、この後ハディ選手の目標はどこに置いていらっしゃいますか。サインコナム、タミナム、ビシターコナム、バラエモサゴトーナメントへベノム・ラリーバーチョラサルディモサゴジャーニングで、これから次の4年後の大会を目指して、それなりにさらに上を目指して体育作りにも頑張りたいと思います。じゃあ4年後、連覇を祈っております。چهار سال دیگه دوباره مشتاق دیدار و حتما تو بعد گیم وان حتما آرزو دارم. دوباره ありがとうございました。ありがとうございました。تبریک میگم دوباره.
放送席は松島代表です。大会終わりまして今大会の印象から聞かせてください。そうですね、予想通り、イランチームとロシアチームが勝ち上がってきました。ただ残念なことにイランのアラシ・サリフ選手、これが3位になったということですね。まあしかしこのベスト4の中でもイラン勢、イラク勢力が上がってますね。そうですね、中東は大会に私は毎年ぐらい招待されてですね伺うんですけども、約1500人ぐらいの選手が出てくると、その中から選抜されますから相当レベルの高い選手が出場するわけです。日本の女子はロシア勢の台頭が目覚ましいですね。そうですね、ロシアはですねやはり私たちが忘れてるそのハングリー精神ですか、そういう精神を忘れないで稽古に励んでおります。はい、さて次回の4年後、はい、まあ、この4年間あればおそらくまた力の差も出てくると思うんですが、そうですね、私たちは今度は挑戦者の立場としてですねもう一度原点に帰って、体の定義ですね、線を中心に円を描き、線はそれに付随するものである、もう直線の動きじゃなくてですねもう円の動きの組み手を稽古しているということでないと重量級には勝てません。また4年後この群馬にまた世界大会呼んでください。はい、そうですね、ぜひとも、また開催できることを私も願っております。どうもありがとうございました。いや、こちらこそお世話になりました。まあ、今大会も日本勢が王座を奪取することはできませんでしたが、しかし極真空手が世界に通じる空手広まっていることを感じた大会でもありました。ではまた北京大会の2008年4年後にまたお会いしたいと思います。東京音響。カラオケはユーズ BMB エンターテイメント。東京音響。この番組は東京音響株式会社、極真会館、松島道場の提供でお送りしました。